はい、どうも、吉野さんです。今日はデザイナーインタビュー第2弾ということで、ベルパーの尾崎さんに、ご登場いただきます。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと独特な空気感なんですけど、楽しんで、このインタビュー進めていけたらなと思ってます。で、今日は、ベルパーレディースブランドなんで、りんごちゃんにも登場してもらってます。お久しぶりです。あ、ごめんなさい、りんごです。どういうのあるっていう感じで、ちょっと、ゆるく進めていけたらなと思います。はい。いいですか？あ、尾崎です。では、早速なんですけど、尾崎さんに、ベルパーの紹介を、ブランドの紹介を軽くしていただけたらなと思います。そんなんあったっけ？ありましたよ、一番最初。めちゃめちゃ一番最初に。ブランドについて軽く紹介して。ああ、そっか。はい。ベルパーっていうレディースブランドをやってます。スタートしてからもう、どれぐらいだろう。6、7年ぐらい経つのかな。で、まあ最初の頃は手探りだったんで、まあちょっと最近知ったっていう人も多いのかなっていう気はしてます。うちでは、14AW からですよね。そう、ここのお店は本当になんか、まあ思い入れが深いじゃないけど、まあオーナーさんも同い年で、はいはい、で一応ファーストシーズンにまあ資料を送って、まあ、めっちゃ気になりますっていうことだったんで、まあ、展示会に来てもらって、そしたらもうすごいいいですっていうので、まあ、その足でそのまま僕大阪来て、でまあ、当時この店舗じゃなくて別の店舗だったんですけど、うん、まあそういった、まあ、最初のシーズンからお取引をしてもらってるかなり激レアなお店で、でまあ今も一回もお休みすることなくずっとやり続けてもらってるお店だなっていう感じで、そうですね。でまああれよあれよでもちろん吉正も増えたし、セゴも増えたし、ちょっと待ってください。セゴって誰か分かんなくなるんで、視聴者に。ちょっと、あれいるよ。ごめん。リンゴです。で、まあ、ヒロキくんが戻ってきたりとか、うん、まあ、だから、どんどんね、なんか厚みが、どんどん出てきてるから、まあ、こっちも負けじと、まあ、同い年としてやっていかなきゃな、みたいな気持ちで。毎回大阪に来てるな今日そう、お店で受注会をやってて、毎シーズン受注会やらせていただいてるんですけど、そのたんびにご来館いただいて店頭に立っていただいてます。はい。じゃあちょっと僕からなんかこう質問なんですけど、尾崎さんはファッションコンテストを受賞して海外に行かれた、イギリスですね。イギリスに行かれてたと思うんですけど、そのイギリスで学んだことと、あとその行く前と行った後の心境の変化とか、なんかブランド作る上であったりするんですか？まあ、イギリスで学んだことっていうので言うと、まあ、2つ、まあ、バクッとあって、そもそも、まあ、洋服って日本の文化ではないので、まあ、発祥とは言わないけど、とりあえずまあ、ヨーロッパに行って、まあ、今ファッション、まあ、いわゆるパリコレ、ロンドンコレクション、ミラノコレクションってある中で、その現場を見てみないと、まあ、本物って何なのかっていうのがちょっとわからないなっていうので、そこをすっきりさせるためには一回行っときたかったっていうので、まずコンペに応募して、で、まあ、行けることになって、で、まあ、学んだことって言ったら、まあ、もしかしたらいろいろ今にこうつながる部分はあるのかもしれないんだけど、基本的に日本で学んでる以上に洋服をピュアに捉えるようになったかなっていうので、まあ、日本だとまあ、コンペに注力する人たちって学生の時とかやっぱ当時多くて、まあ、何々コンペに俺出すわとか、まあ、例えばまあ大阪だとヘップで俺買ったわとかっていうのを、まあ、
大義名分として学生時代を過ごしてる人が多分結構多かったと思うんですけど、それがまあコンペで勝つためにリアルから離れていくっていうか、より壮大によりこう繊細でありつつ、でもちゃんとまあそのディティールだったりとか、まあ縫いとかも含めてクオリティを高めつつっていうので、なんか誰かが来てとか誰かに来てほしくてとか、なんかそういったあの感覚で服を見れてなくって、どうやってコンペに勝つかみたいな。でもちろん海外でもコンペには出したし、それでスペインとかにも行ってはいるけど、その時の感覚と全然違くなったのは、まあ、あっちの学生っていうか、まあ週に1回プレゼンテーションの時間があって、でまあグループ分けされてて、大体7から10人ぐらいのグループで、常にまあ同級生とまあその先生たちに対して、まあ今の進行状況と、まあこういう形でこれはこの先も進めていくっていう、まあ意思表示をしなきゃいけない授業があったんだけど、そのタイミングで周りの学生の話、まあ話っていうか、まあ普通に思いを聞いてると、めちゃめちゃピュアで、そのまあ学校の行った学校の毛色もあるのかもしれないんだけど、それがセントマーチンズとかになってきたらまた変わってたかもしれなくって、ただうちの俺が行った学校に関してで言うと、結構みんなこうピュアにこんなのあったら可愛いよねみたいな感覚で作ってる子たちがすごい多くて、コレクションのまあ例えばプラダのこの袖めっちゃ好きだっつって、その袖を自分のスケッチに貼り付けて、でこんなあったら着たいとかっていう感覚で、でまあそこにあのプラスアルファでデザインコンセプトが入ってくるから、まあ自分色に染めていくっていう感じなんだけど、すごい人が見える服を作ろうとしてて、でまあそれが自分なのか、まあ、対象物があるのか何なのかっていうのはまあ人によっては違うんだけど、ただ少なからず人がいての服作りをしてる子が多かったから、な服との向き合い方が、まあそのプロっていうか服のデザインでお金稼いでる人は基本的にそれベースで物を作ってるとは思うんだけど、学生の時に日本と海外でそこのなんか、まあ良くも悪くもで、海外に行って初めて、うわ今まで全然人のこと考えてなかったわって思って、でそこからまあ、ちょっと人を意識するようになったし、で、まあ、今ちょっと、まあ、いろんなメディアとかでうちのコンセプトがポロポロって上がってたりはするんですけど、まあ、なんか一応今最近自分でそのブランドのコンセプトっていう言葉にするとちょっと違うけど、目指してるところだと背伸びっていう、そので背伸びって言葉に置き換えたのは、基本的にミューズとかがなくて、ベルファーはだからアンジェリーナ・ジョリー着せたいとかっていうのはなくって、女の人のメンタリティとかそういった瞬間で、まあ、気になってるのがその背伸びの瞬間で、まあ、好きな人だったり、あと仲いい友達だったり、まあ、出かける場所だったりで、まあ、その待ち合わせをしてる、例えばなんかまあ大阪天王寺で待ち合わせしてます、でそこに好きな子が待ってくれてる、で好きな子見つけました、で見つけた時に、まあ、普段の格好も知ってるけどなんか今日かっこいいなみたいな、それがなんかいつもよりヒールを2センチ高いヒールを履いてるからなのか、まあいろんな理由があるとは思うんだけど、まあ女性がそうやって会う人に対して自分をよりよく見せるプレゼンをしてる瞬間って、なんかちょっといつもと違う自分っていう意味で背伸びをしてる感じがして、なんかその瞬間に自分の服が携われたらなっていうのでやっ
ってるから、まあ、そういった意味ではイギリスで学んだことがきっかけでそういう感覚に近いところに行き着いたのかなっていう感じ。まあ、行った後はブランド始まってて、行く前はまあそのそういった感じで、まあ、コンペで人の見えない服ばっかり作ってっていう感じだったから、まあ、そこが一番大きかったかな。学んだこともその心境の前と後に変化してる、関わってるってことですね。そうだね。だから日本で学んだこと自体があったから多分そういうのがあの素直にできるっていうか、はい、逆に何もし、まあ外人で縫えないやつめちゃめちゃいるし、でも逆にすごい割り切ってるのも気持ちよくて、俺は縫うプロになるために来てるわけじゃないみたいな、はい、っていう、まあ確かになみたいな、全部のプロフェッショナルになる必要はないよなみたいな、一個を極めればいいんだみたいな感じになったから、まあそれはそれでいいのかなって思ったけど、まあ、とりあえずそのなんか服っていう媒体をまあ自分はどう捉えてたのかっていうところが、まあ同じ学生だけど感覚的にちょっと変化だったかなっていう感じ。なるほど。素敵だ。素敵ですか。もっと思ってる。思ってます。はい、あ、はい、私から質問いいですか。はい、カメラ目線が恥ずかしいですね。はい、いつも尾崎さん、あれです、あの素敵なワンピースとか、私毎回好きなんですけど、ワンピースだったり、まあ、すごいカジュアルなデニムとかにもなんかちょっと縛る要素とか、なんかフリルの要素とか、ギャザーとかよく入れると思うんですけど、逆にその尾崎さんがデザインする上でこのデザインは使わ、ディティールは使わないなとか、苦手なデザインってあるんですか。この洋服作るの苦手とか。エッチな服作るのは苦手だ。なるほどですね。